これは東方プロジェクトの二次創作です。独自のキャラ設定、オリジナルキャラ、暴力的シーンや表現などが含まれている可能性があります。それでも良ければ、どうぞゆっくりしていってね。ねえ、本当にこんなところにいるの？なんで永遠帝に向かわないのよ。あの子家から出るようなタイプじゃないでしょ。絶対ここじゃないって。しかし情報によれば皆さんは楽趣味という幻獣が滞在する宮殿に避難しているとか、それがここの雪山らしいんですよね。その情報間違ってるんじゃないの？宮殿なんてどこにあるのよ。なんで地上で調査するたびに山に行かなきゃなんないのよ。姉様我慢してください。あっちはコウマメンバーの皆さんが魔女と戦ってます。見つかると戦う羽目になりますよ。サブネさん、どうしたんですか？あれのことですかね。ですが宮殿って感じはしませんが、とりあえず姉様がうるさいので行きましょう。うるさいって何よ。へえ、地上にこんなところが、誰が住んでたんだろ。風がないだけマシだけど、十分凍え死ぬレベルよこれ。あなた寒くないの？あらそう、ごめんなさい。ここの主相当ヤバいやつよきっと、絶対どっかの神だって。そうですね、きっと昔は多くの兵士とか。何の神様なんだろ、明らかな戦士って感じがするし、戦いの女神的な。サブメさん、それなんですか？ダイヤモンドじゃないのそれ、ちょうだい。姉様うるさいです。サブメさん、それはどこから？え、そこにですか？氷の結晶でもないみたいですね。なんでしょうこれ。これは持ち帰って私のアクセサリーにしましょう。ムフフ、ダメですよ。多分家宝的な大切なものですよこれ。置いていきます。本気で言ってんのあんた。そうですね、持ち去った瞬間城が崩れるとか、不吉なことが起きるとか。そんな映画みたいなこと起きるわけないでしょ？え、あ、本当だ。よく見つけましたね。すごいわ、これクリスタルよ。ここはお宝の城だわ。これ、転送装置ですかね。ここから皆さん宮殿に向かったのかも。ほら姉様、行きますよ。先に行ってて、私もう少しここにいるわ。痛い痛い痛い、ごめん、嘘、冗談だから。あれ、宮殿じゃないですね。どこでしょう、ここは。中枢、転送装置がありましたし、ルナクリスタルのような動力源があると。しかし、肝心な宮殿は。困りましたね、これでは任務が。ここ結構広そうだし、飛んで辺りを見渡してみたら、まだ部屋があるかも。それもそうですね、手分けして探しましょう。城の中とは思えない広さね、広いだけで何もなさそうだけど。だけど、何かがいたのは間違いないわね。それもかなり古い神様だわ。どうしてここを離れちゃったのかしら。おっと？ここまで大きい城の動力源ともなれば、それなりに大きいものだと思いますが、それらしいものは、あれ？姉様、サブネさん、ちょっとこっちに来てください。もう、さっきからタイミング悪いわね。どうしたのよ。え、何あれ？わかりません、動力源ではなさそうですね。あれも転送装置かしら、それとも何か召喚してる最中とか。ちょっと危険なエリアな気がしますね、行くのはやめた方が。だけど四つ湯ちゃんたちは、そもそもな場所が間違っていたのかもしれません。また外に出て宮殿を探しましょう。また大雪の中飛んで探すの？だったら電話して場所聞いてみてよ。いいですけど、繋がらないと思いますよ。別空間にいるわけですし。あ、繋がった、もしもし。繋がるんかい。あ、はいはい、なるほど、わかりました。そっち向かうから入り口前に来てほしいそうです。超無駄足じゃないの。まあいいわ、さっさと行きましょ。あ、その前にクリスタルの回収に。ダメです。あれ、多分触れちゃいけないやつだ。きっと誰かが待ち構えてる。サブネさん、行きましょう。敵か味方か、どっちなんだろうね。あ、休憩所にいたんですか。霊霊の倒し方がわかりました。蘇生の力です。蘇生の力ですか？そうです。霊霊がそう話しているのをさっき確認しました。大妖精さんの力があれば勝てるそうですが、そうなれば罪悔の解放と冥界の乱れが大きく影響されます。最も避けるべきシナリオですね。しかし蘇生でしか倒せないのであれば、どちらにしても冥界に影響されるのでは。その時はその時です。ただ罪悔だけは絶対にダメです。人が人ではなくなってしまう。手が空いてるのであれば、あなたも手伝ってください。何か見つけたんですか？まあ、一応、それと回復系でしたら、風の妖精、シルフってのがいるらしいですよ。妖精、チルノさんと同等の立場の妖精ですか？よりはちょっと上ですね。妖精以上厳重未満って感じです。雷神ラムーに仕えてタイヤ氏の風を扱う妖精らしく、知識もそれなりにあるそうですよ。厳重未満って、それが大妖精さんなのでは、いろいろ役割とか立場とかあってですね。あ、これ読んでください。なかなか面白いこと書いてありますよ。妖精物語？何ですかこのふざけた本は。いいから読んでみてくださいよ。昔々、一つの世界に美しい命が生まれました。そこは幻獣界と呼ばれる世界であり、人々の思いが集まる場所だったのです。思いが集まると一つの命を生み出し、人々の役に立とうと、あらゆる形となってそこに生まれるのです。そして、まだ自然が生まれていなかった幻獣界に、命を生み出す妖精が誕生したのです。その幻獣はとても優しく、明るく、まるで命そのもののような温かさがありました。
原住界に自然が生まれたことで、私たち妖精の存在が生まれたのです。生命をつなぐ美しい水からは、水の妖精が、心地よく癒しを与える風からは、風の妖精が、美しいものから生まれた生命は心も美しかったのです。しかしとてもいたずら好きで、原住たちは困り果ててしまいました。そこで妖精たちを良い子にするために、それぞれが命や自然、思いやりの心について学ばせることにしたのです。命を生み出した妖精を母として、女王という存在が原住界を支えたのです。いつか、立派な原住となって人々の役に立てるように、願いと思いを込めて、原住界に暖かい光が差し、私たちは幸せに暮らしました。終わり。何ですかこれ。つまり妖精は妖精でも原住であり、人の役に立ったり他の原住に仕えてたりって、いろいろ役割があるわけですよ。寺子屋みたいな環境が出来上がったってことですね。しかしこれは大妖精さんのことなんでしょうか。少し違う気が。それに、そのシルクという妖精は蘇生できるんですか。できたとして魔石になってるんでしょうか。全然わかりません。怒りますよ。あはは、存在についてしか書いてなくて。ただ、ちょっと気になる内容がありました。何ですか。最初に変な話をしますが、英気様はもし自分がヘカーテア様以上の力を持っていたとしたら、逆らうことをしますか。何ですか急に。答えてください。それが霊霊の話と繋がります。もちろん逆らいませんよ。立場が上ですから。それはなぜですか？それが私の役割だからです。私がヘカーテア様に逆らうという行為は、世界の倫理に反する行為、許されることではありません。それはヘカーテア様自身も同じ、たとえ戦う力が上回っていたとしても、冥王様たちには絶対に逆らえない。それですよ、英気様。それは幻獣や他の神々にも言えること、何かに司る存在であり、その存在より下なものは言うことを聞くしかありません。人間のような自由な存在であるならともかく、そうあるべき存在として生まれたものは、従わなければ使命を全うできない。つまり霊霊の力も同じだと。どのような存在の上であるかはわかりませんが、冥府の力であり、それらを自由にできる権利があるならば、最低でも冥王様クラスの存在が宿ってるってことですね。そうです。多分、属する立場の問題ですから、英気様は世界を管理していたソフィアたちに逆らうことができても、ヘカーティア様には逆らえない。権利の問題ですから、単純な力の上位互換ではなく、霊霊と同じ属するものの上の存在がいれば、霊霊の力を封じることができるかもしれません。ただ、冥王様以上の立場のものなんて、一人だけ知っています。すべての生死の権利を持つ者が、誰ですか？六神の一人、裁判の霊獣、エクスです。あの人は冥界同行以前に、すべての生物の生死を決める権利がありますからね。その権利は自然の摂理としてみなされ、世界に影響は全く及ぼさない。未来は大きく変わるでしょうけどもね。私はあくまでも死人を二つの世界に分け、輪廻転生によって次の人生を歩ませる権利があるだけ。しかしエクスデスさんに逆らうことはできます。なぜなら冥界を守る権利があるから、互いの権利を主張するのは当たり前。しかし霊霊はエクスデスさん同様、人の生死を分ける立場にあるもの、霊霊自身はともかく、能力側は敗北するでしょうね。いやしかし、六神は敵とも味方とも言えない存在ですよ。地上の問題に協力してくれるとは、不可能でしょうね。地上の問題には関わらない、そういう約束だったはずですから。しかしなかなか面白い話ですね。存在が上でも立場が抑止力になる。私は自身の権利を使って、霊霊が辿る運命を、正してみせますよ。さあ、どうする？お前の魂を略奪すれば私の勝ちだ。打開策がないならこのまま終わりたいんだが。なるほどね。僕は霊力の塊みたいな存在。私の残機はあらゆる力を流す。一番デメリットだった逆流をされたってことか。新生時代は相手が生成したものに忘れない。いい勉強になったわ。でもさ、だとしたら一つの可能性が浮かんでこない。一つの可能性？この状況で何を言って、待てよ、奴の生成する人形は魔力の塊。霊力が通るなら、まさか。はい、正解。そっちはあるわ。あっちもまだ何か隠してる。注意しないとね。さて、こやつはカルコちゃんに任せるとして。一対一ならなんとかなる相手ね。私は交代しない。なぜなら勝てるから。いやー、今のは参った。私ができてお前自身にできないわけがないもんな。だがそれは私も同じだ。わかるな。うわ、勝手に。だから勝ったと仕留めさせてもらうわ。そうね。おっと、これは加工心配かもしれん。悪魔ね。やることがえげつないなお前は、殺すなら普通に引き飛ばしてほしいもんだが。拘束しててもせっかくの会には自由に動けるのか。いえ、死んだことで生成したものは消え、蘇生が優先されている。それも霊霊の意地ではないわね。あの無敵時間は厄介だけど、一度殺せば生成したものは中断される。ちょっと他の方法で殺してみるか。お前は本物か？人間の。あんたは止めるよ。よ。実験させてもらうわね。あなた、自分のために取り込まれたらどうなるのかしらね。なんだと。さあ、やっちゃ
いなさい。わからんが嫌な予感が来るな。うん、意外な発想に驚いたぜ。さすがに経験してないことはさせておきたいしな。じゃあな。ん、のぶさんです。参ったな。一度切り替えられると誰が本物かわからん。先輩に聞いたねえわね。みんなその時間稼ぎもそろそろ限界ね。僕が最近覚えた奥の手でしかねえかな。一か月で相当この日にかかるとは。だがお前は私と違って人形を生成するのに力を使う。その点私は再生に力は使わん。お前は狂気戦向きではないだろ。お前こそ諦めたらどうだ。どっちも勝利を譲らないなら確実な死を与える必要がある。お前の方が不利だと思うぞ。そうね、確かにそれもある。だけどそれは私が動けなくなった場合のみよ。ちょっとソフィアの技をアレンジしたら死にせてあげる。うん、なんだ。まだまだよ。くしし、これならあなたも私と同等の立場じゃない。バイバイ。すまぬか、私ので霊力を奪える銃を与えてしまったか。くそ。てら、こういうの。また外れか。お前を壊したらどうなるんだ。人形の集合体か。正解は一応再生が可能だけど前の方が良かったんじゃないかしら。あ、その子たちが普段でもあるからよろしく。アークス、イラッとしてきたな。絶対でもダメか。どうすれば倒せるのかしら。ダメシンの神々、でもそんな簡単なわけが。いやなぜよ、名刺の力が弱っているなら呪術系を扱うだけなの。案外回避や補正が有効だったり。それじゃあ次はこっちの番だ。これを回避できたら褒めてやるよ。死者の招き。来たか。なんなのよこれは。ちょっと。死に付いてるのも仕事か、危なかったわね。次はこっちの番よ、チェンジ回避は経験済み。お初めにリゾネで体力を奪えるか実験しているか。